はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今日はですね、久々にまた、Z50 の話をしたいと思います。カメラですけれども、つい先日って言っても、やっぱ先日か、はい、まあいつも通りですね、まあ、YouTube のメインチャンネルのね、動画の方の撮影に、行きましてですね、でまあ撮影一通り終わって、またいつも通り、Z50 を持ってね、写真をまた撮り始めたわけですよ、うん、で今回1650ね、1650を、まあ、ちょっと使ってみようかなということで使い始めたんですよ。うん、基本、最近はですね、もう1650で写真を撮るってことがもうほぼなくてですね、基本的にもう50-250だけなんですよね。うん、だけなんですよ。うん、で1650使う場面っていうのは、動画撮るとき、うん、例えばジンバルに乗せて撮るとかね、まあそういう時の動画撮るときと、あとは、なんか滝とかの写真撮るときかな、あぐらいしか、ほぼ使ってないんですよね。うん。で、あ、そうか、広角で撮りたいときかな。うん、風景とかを、本当に一番広角とかで撮りたいとき、うん、ぐらいしか使ってないんですよ。あとは全部50-250で撮ってるんですよね。うん、なんかそれしか、もう使ってないんですよ、ほぼね。うん。で、まあ、たまたまね、こう、やっぱり、こう、景色がいいとこだったんで、1650使ってみようと思って、久々に使ったんですけど、いや、難しいなと思って、なんか撮るのが、うん。滝とかだと、もう、ね、明確に主題が滝ってある、決まってるんで、別にね、それを、こう、中心にして、まあ、撮ればいいんですけど、いざ風景っていう感じで、うん。風景なんですけど、いわゆるスナップ的な感じかな、うん、で撮ってこうと思った時に、いや難しいなと思って、うん、あんまりなんかそういう撮り方って1650でしたことなくて、うん、なんかね1650で普通に使って撮っててもですね、なんかありきたりな写真しか撮れないんですよね。なんかスマホでいいやっていうような写真しかなんか撮れなくて、うん、まあそれでなんかね、ずっと使わずに来たんですよね。うん。で、なんか50-250を実際使ってると、なんかやっぱこれでしか撮れない写真ってあるなと思って、なんかそればっかり使ってたんですけど、うん。で、やっぱり久々に使うとちょっと難しいなと思って、1650がね。うん。で、実際行ったところっていうのが、まあ、風車のあるところだったんですけど、自分の中で一番、うまく撮れたなと思うのは、まあ、この写真ですね。うん、まあ、風車 をなんかシルエットみたいな感じで、撮ったような感じですかね。これがまあ自分の中では1650で撮った、その日撮った中ではちょっと一番だったかなっていう感じの写真だったんですけど、なんかね、こういう風になんかこうただパッて撮るんじゃなくて、なんかこう印象的に見せるような工夫をやっぱりどうしてもしなきゃいけないみたいな、うん、でなおかつやっぱ広角だし、うん、広角だとやっぱいろんな情報がこう必然的に写真の中にパッと入ってくるじゃないですか、うん、その中でなんかこう見せたいものをどうやってこう浮き立たせるっていうか、そこに目を活かせるかっていうのが、いやすごい難しいなと思って、うん、あとはなんだろう、まあ、ひまわりが綺麗だったんでひまわり撮ったりとかね、こうやってしてましたけど、こういうのだとやっぱり広角でね、パーンって撮りたくなるじゃないですか。うん、なので、ね、広角で撮り始めたんですけど、いや、何気にやっぱ難しいなと思って、いや、もうやっぱカメラって奥深いなと思って、難しいなと思って、うん。例えばこうやって、ひまわりに寄った写真とかって、別にこれって1650じゃなくても撮れるじゃないですか。50-250でも普通に撮れちゃうんですよね。うん、これ、結局、これ自身も50ミリ。なんで1650の一番望遠鏡で撮ってるんですけど、逆に言うと50ミリで撮れる、うん、1650の50で撮るってことは50-250の50で撮るのと、まあ、同じことなんで、うん、まあ、F 値はねちょっと稼げますけど、って考えたら別にこれ1650じゃなくてもいいって話なんですよね、うん、っていう風になんか微妙になんか私の中では使いづらいレンズだなと思って、写真を撮るっていうことで行くとね、うん、まあ、こうやってね、なんかこう
いろんなものをバーンって入れたいっていう場面はやっぱりあるんですけど、じゃあここの中でどれを見せたいのかっていうのが自分の中でいまいちこれっていう一つに絞れないんですよね。うん、あ、なんかこの景色綺麗だなと思ってパッと撮って、じゃあどこが、自分の中でのこう一番のポイントなのかっていうところが絞りきれない。うん、ひまわりのこうバーッと咲いてるところも綺麗だし、その中に風車があるっていうのもこの綺麗、なんかいいよねみたいなところもあって撮ったんですけど、いまいちこうなんかこうすっきりしないというか、結局何を見せたいのみたいな、感じになっちゃうんですよね。あのこういうなんか普通の広角から、標準域のレンズを使うと、なんかすごい難しいんですよね。でその中でも、まあ、さっきね、出したこの風車の写真ね、これがね自分の中でそこまで、あの撮った直後はね、撮った直後はそこまでなんかあの惹かれる感じではなかったんですけど、帰って写真見直してみたらこれなんかうまく撮れたなと思って、っていうのが、まあでもね撮っててなんか流れの中でね、まあその日1枚でもあればね、あ、まあやっぱでも使って撮ってみてよかったなみたいな、ところには落ち着くんで、まあとりあえずねその日も、ね、1650、まあ、使ってよかったなと思いましたけど、なかなか難しいですね1650ね。普段皆さんどうしてるんですかね。だからあれですよね、フルサイズで言うと例えば2470とかのレンズですよね。ああいうレンズで写真をこう普段ねいっぱい撮ってるかなって、どういう風な撮り方してるのかなって今更ながらなんですけど、私の場合はさっきから言ってる通り50-250 っていう、まあ、中望遠のこうレンズばっかり使って撮ってるんで、逆になんかこういう標準域のレンズ、広角から標準域のレンズに全く使い慣れてないんで、どうしたもんかなみたいなね。じゃあこれまた使いたいかって言われると別に使いたいと思わないんですよね、またね、それがね。やっぱりなんかね、なんか面白みに欠けるというか、この撮ってる時もね、撮ってる時もなんか面白みに欠けるっていうか、まだ50-250使ってる方が、あのどう撮ろうかっていう面白さがあるんですよね。それがなんか1650になるとその面白さがちょっと半減しちゃうっていうか、なんか減るんですよね50-250に比べて。これがまあなんでなのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、でもねやっぱり私の場合は、まあ、これ多分個人的な好みなんでしょうけど、50-250で撮る方が写真を撮るっていうことに関しては面白いかなと思いますね。まあ、その上がってきた実際撮った後の写真がどうかっていうのは別として、そのプロセスを楽しむっていう意味では50-250の方が自分は楽しいかなと思うんですよね。それもあってこうやたらめったら50-250を押してるわけですよ。これぜひね使っていただきたいですね。今絶対よしで出ましたよね。あれも1650が、標準のレンズじゃないですか。なので、50-250は別途ねぜひ買っていただいて、絶対 F シートの組み合わせで、使っていただけるとまたちょっと新たな、世界がね見えるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、いずれにしてもやっぱちょっとね、やっぱ慣れてないせいもあるんですけど、ちょっと1650は使うのは難しいかなというちょっと思いに至ったという、お話でございました。これは別にあの皆さんの参考には多分ならないと思いますけれども、はい、まあただね50-250が素晴らしいいいレンズだなっていうのはこれは間違いないと思います。はい、これは間違いないと思います。はい、ですので、まだ持ってない方はぜひ50-250ぜひ試していただきたいなと、はい、思います。はい、はい、ということで今回の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。